呂布たちは劉備とそれに国する曹操を破り勝敗から追いやる。だがその後すぐに彼らは連合し再度徐州へと侵攻してきた。将兵の数と戦略に優れる曹操軍を前に呂布は徐々に後退。ついに本拠とする可否まで押し戻されるに至る。ここで負ければ先に待つのはまたしても流浪の日々か。いな、今戦場を包む空気は今までとは違う。呂布は確実に自分を撃つという敵の明確な意思を感じていた。ならばそれを完膚なきまでに打ち砕き己が勝者となるまで。もとより呂布の天下はその繰り返しの果てにしかない。呂布、張良、陳宮は意を決して可否での決戦に臨む。乱世は今ここに一つの決着を迎えようとしていた。いざ、張文渊、戦場に神明を登山。曹操はこちらを完全に包囲するつもりですな。ふん、構わん。今度こそ俺がこの手で息の根を止めてやる。なりません。全く灰を舐めることになりますぞ。我らがなすべきは城の利を生かし敵を誘い込むことです。援軍を演術に求めます。さすれば強撃がなり我らが優位に。呂布殿、策も援軍もいらん。俺はこの力で全てを打ち倒す。父上、霊気殿、やはり貴公も出陣されるおつもりか。無論だ、張良。私はもう呂布軍の一人の武将なのだ。父上も理解してくださっているはずだ。いや、この戦で理解していただかなくては。なるほど。では共に呂布殿を支えましょう。うん、必ずや勝利を。呂布殿、なぜ私の言葉を聞いてくださらぬのか。これでは呂布殿の天下も私の体毛も。雑魚どもが群れれば俺を倒せるとでも思ったか。俺は負けん。奴らを倒し必ず天下を掴んでやる。すでに敵が城内に入り込んでいるようで。ここまで押し込まれるとは。だがいかなる窮地でも諦めはせん。この武にて呂布殿の道を切り開くのみ。開門せよ。張文渊、押して参る。開門します。